お疲れ様です。積み立 NISA ね、これ出ましたね。積み立 NISA の話題が出たら私ね、どうしても言わないといけないことがあるんですよ。いや、私もね、積み立 NISA、これ非課税枠がある、まあそんなね、積み立ての投資ですから、これはいけるんじゃないかなというふうに思ったわけなんですよ。でも、未だにやってないのは、これ投資の専門家としてシビアに見た場合、リスクがむちゃくちゃあるなと思ったんですよ。そのリスクの一番先頭に来るのが、 元本割れの可能性があるってことなんですよね、まあ、当然なんですけども、積立ニーサとは言っても投資ですから、やっぱ元本割れはね、毎日のようにその可能性あるわけなんですよ。で、利益が出たらその利益の中から税額を控除しますよっていう仕組みなんで、利益が出続けるという前提ならいいんですけども、あの、まあ、特に昨年まではね、それでよかったと思いますけども、今年から経済交代が起きてますからね。そうなると、あらゆるものが縮小していったり、 あの外資に買われたりとかして投資できる商品がもともと限定的なのにさらにこれからね限定されていくんですよねそうなると残った儲からない積立 NISA の対象商品の中で利益を出すのが非常に困難になってくるってことが考えられるなっていうふうにやっぱこう10年単位ですよねで積立 NISA って本当に20年とか30年やらないとその効果が出ないと言われるぐらい。 すごく不確定要素が強いわけなんですよねだからやっぱり長期の投資に対してまあすごく私は投資をする労力はかけられないなと思ったりねそれから損益通算ができないそれから繰越控除もできないっていうところがこれも大きいですよね、うん、やっぱり法人をやっていてこれができないっていうのは法人の効果が全く活かせないっていうことですし 繰り越しとか通算ができないってじゃあメリットないじゃんみたいな感じになっちゃうんですよねでまあ、当然ですけどもこれはねよく知ってることですけども非課税枠の上限が少ないってのもありますしこれがさらにね引き下げられる可能性が検討されてるわけですよじゃあ積立兄者の年間上限割合が5万になりましたっていうのはこれ十分考えられていて検討課題にあるわけなんですよねつまり積立兄者からも課税しようっていう風に昨年も 話題に出てねで立ち消えたわけですけどもこれ話題に出るるってこととは実現すすだろうなと思うな思んですよ例えば消費税の免税事業者が最初は3,000万円以下で始まりましたけども1,000万円以下になったじゃないですかしかもこれが撤廃されるわけですよインボイス制度で。こういうふうな感じで結局10年単位に見たときに今の非課税枠の上限っていうのもじゃあ10年後は年間1万とかになってる可能性って っってていうのが考えられるなと思ってそうなってくるとね短期間でやる分にはいいんですけども短期間でやると控除の金額がちっちゃいんでこれまたやってもしょうがないかなっていう風になるんですよね。まあ、もちろん吉田さんは別に積立 NISA に全力投球してるわけじゃないと思うんでそんなに問題ないと思います問題ないと思うんで分散の一つなんでねあのーえー、よろしいかと思うんですけども私もね積立 NISA ね、あのー、30年後に5 6 0 0万みたいな。 のが考えられなくもないんですけどもそれだったらねあの年間100万の贈与に対しての非課税ってものを使ってもいいと思うんですよ年間で110万円以下の贈与は非課税なんでだったら <laughs> シンプルにあげればいいみたいなね例えば自分の子供とか奥さんとか親とかのなんか兄弟とかでもいいですよ名義にあの贈与するというね方法もあったりとかねそれから法人にずっと残しておくっていうのも すすごく賢いやり方ですよね法人のその資産としてずっと残しておけば法人の代表名書き換えたらそのまま資産が継続できるみたいなことにもなりますし <coughs> せっかく法人持ってるんだったら、うん、積み立てー i をするメリットよりも法人のメリットそのまま生かそうかなってところかなと。で積み立てた資金っていうのが所得の控除の対象外になるっていうのももったいない話ですよね。うん これもだからね、積立妊娠って思ったよりも良くないなって私は判断したんですよ。まあ、もちろんこれ、立場によっては変わりますんで、あの、吉田さんの選択が間違えてますよっていうことじゃないんですよ。私がなんかね、いまだに積立妊娠をやってないのはそういうことで、あの、今の状況がマックスで、あとはね、有利な点がどん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 、こう、減免されていく未来しか見えないんですよね。実際そうなってますしね。で、ロールオーバーもできないですからね。ロールオーバー。ロールオーバーもできないのかみたいな感じです。 で、あと一括投資っていうのも投資家としてはものすごく小回りが利かないなとスポット購入ができないんですよ。これじゃあ投資の意味がないなと細かく出し入れできるようにしていかないとあの投資っていうのはねクイックレスポンスがすごく大事ですから <laughs> だから長期投資が、まあ、私には向かないっていうのがね一番かもしんないですね。うん、でリバランスをするのが結局困難ということになります。でこれは私のスキルも ね、ないのかももしれませんけども私のスキルがないからリバランスするのが困難だなっていうふうに解釈できるものはないんですけどもそもそも投資家としてのねお金を投げる人のスキルが反映されてないような投資はすごく不安定で危険だなと思うんで私はちょっとね投資信託とか誰かにそのビジネス投資するとか資金投げてあとは良きに計らえっていうのはなかなか取れない選択だなっていうところですね。 まあこれはだから自分で投資ができるからこういうふうに思ってるんですよねきっとねだから投資に対してまだ十分な利回りができてないとはそれはあの自分でやるよりもどっかにお任せした方が利益が出る可能性があるしそこに対して非課税って言うんだったらこんなにいいことはないですからねまあいろいろ言った後であれですけども私の FX の課税対象は55%ですか、ね、<laughs> だから積み立てニーサじゃ落っつかないぐらいもうね かなり税金を払ってるという現状でございます。まあ、それがオチですね。まあ、いわゆるね。はい、積み立 nisa の方が私の当時より優れてるという。<laughs> ありがとうございます。